皆さんこんにちは。今回で9回になります。で前々回こちらの方をお借りしてやったんですけども、今回もイオンホールさんをお借りして第9回目で進めます。で一番初めにやったのは新居浜の山根の運動公園というのがあるんですけども、そこにでやりました。そこはちょっと結構大変で、畳引かれてなくて畳をみんなに見てやるっていうのがあって、でちょっと大変だということで三島に移って、三島で稽古し始めてから三島でやってるんですけども、今回で9回目になります。一番初めはですね、僕の友人の子供2人いたんですけど、今小学校、当時小学校1年生と年中3だったかな、2人、で今もう成人されられて、でもう成人してます上の、ね、お姉ちゃんはですね、2人から開始して、今そこを誇って、今日子供だけのところにいらっしゃるというのが、27人今で、こんなにですね、多く長く続けるということも全然夢にも見てなくて、2人きりで3年間、2人だけで、子供2人だけで3年間やっていって、谷本館長に、正しいものが残っているという教えを受けました。自分が正しいか正しくないかわからないんですけど、とりあえず9年続いてるから正しかったのかなって今自負しておるの。で今日ですね、子供たち現役をやってくださいよ。いいですか。ちょっと場所道場じゃないんで、ね、場はちょっと違うかもしれませんけど、現役をやってください。で今回はちょっとね、他の道場の子と稽古するっていう意味合いがあって、相手を分けてます。今まではね、同じ道場同士でやってたんですけど、男の子と女の子を別な形で分けてますんで、よろしくお願いします。今回ですね、京都からも、ね、来られまして、であと早稲田大学の気道の方も協力していただきまして、誠にありがとうございます。またまた私の方も大学、また京都の方にもお邪魔しますし、他の会員さんが行くと思いますが、よろしくお願いします。以上です。本日は皆さんですね、元気よくやっていただければと思います。以上です。ちょっと下がっていただけますか。